所ラジオ関西です。9時になります。平野つとむの走れタコ。この番組は小林明の歌真似をすれば世界でも3本の指に入るとカッコ自称カッコ笑いという私明節の平野つとむがいくつになっても青春やでと元気印のタコ仲間を引き連れ今宵さっそうと勢ぞろい。まずは深夜の語り部ゾンビの帝王俳優三部深夜、次にご葬儀のことならお任せください銀河ステージ林秀夫、さらに神戸の税理士行政書士佐々木康次、そしてこう一点ホリデージャパンの美人歌手青木亜紀、素敵な仲間のハッピーハッシー伊藤哲夫に超万次郎、劇団ヒポポクラテスの山本ゆかり、柏原神宮前、いつも控えめななにわテクノの女社長松田雅子さん、もちろん聞いてくださっているあなたもあなたもタコ仲間、月曜の夜9時はみんなで一緒に楽しみましょう。歌って笑ってせーの走れタコ。この番組はなにわテクノ株式会社、株式会社銀河ステージ、月しゃぶ亭来日店茨城店、合同会社リフォーム匠、各社の提供でお送りします。苦節30年防水工事一筋、大きなビルから小さなベランダの工事まで、女社長だからできるきめ細かな仕事、社長一言仕事ください。06-6327-9992 06-6327-9992、防水工事のなにわテクノ株式会社。近畿一円どこでも行きます。何でもやります。やらせてください。社長もう一言お電話待ってます。電話したってね。3 2 1 0。ロケットによる宇宙葬から身内だけの家族葬まで、ご葬儀のことならお任せください。株式会社銀河ステージ、0120-426-388 0120-426-388、もしもの時に頼りになります。みぶさん、すき焼き食べに行こうか。ひろのさん、しゃぶしゃぶも食べたいですね。ほな、すき焼きとしゃぶしゃぶとどっちも食べようか。そんなうまい話があるんですか。うまい話や、すき焼きとしゃぶしゃぶが一つのお鍋で食べれるんや。まるで盆と正月が一緒に来たような豪華な話ですやん。そうや、福を呼ぶような縁起のええ店や。その名もすきしゃぶ亭、イオン茨城ショッピングセンター4階、072-627-7521 072-627-7521。すきしゃぶ亭はバイキングもやってます。リフォーム匠からのワンポイントアドバイス。雨どいが詰まっていませんか。雨どいを詰まらせると溢れた雨水が屋根裏や壁の隙間に流れ込み、家を内側から腐らせてしまうのです。でも大屋根の雨どい掃除は危険です。雨どい掃除は専門家にお任せしましょう。雨どい掃除のプロ集団リフォーム匠が緊急出動。詳しくはお電話で。フリーダイヤル0120-928-048 0120-928-048、 大阪市北区西天満、合同会社リフォーム匠。丁寧な会社です。水田寺清子さん50周年の記念コンサートが行われます。水田寺清子が歌う演歌によって慰められ励まされた人々がたくさんいらっしゃいます。12月5日 NHK 大阪ホール、司会は私浜村淳。どうぞご期待ください。お問い合わせは 03-5450-7188 水星企画まで。はい、皆さんこんばんは、平野勤です。青木亜紀ちゃん、はい、そして松田社長、はい、今月ね、ええ、10月月でしょ、はい、今月から走れた子が9周年に入ったんやね。あ、
すごいですね。なあ、みんな頑張ってくれた。なあ、松田先生ありがとうございます。ありがとうございます。社長のおかげでここまで続いてんねんから。ところで、いつもこうタコの何周年いうのは頭にあるんですよね、ところが自分の会社 の、あの何周年いうのを言ったことがない、ここに来て。で、あの 10月の19日が創立記念日で、何年目？33周年なんです。おー、あーすごいやん、3の並びで。そうなん、ふっと思ってね、あれ10月うちも一緒やわ思ってね。奇遇や、ね、ありがとうございます、本当にもう第1回目からお世話になりっぱなしで。ああそうなん、33周年か、はい、でね、それとまたね、ちょっとあのそのすぐ近くに公園があるんですけど、そうそう、公園の横にあんね、大い幸せってタコって書いて、タコ公園って言うんですよ。またタコ公園、おまけにね、またそれが第2日曜日が10月第2日曜日がいつもお祭りで、でそれのまたおみこしがタコなんです。おみこし、タコなんです。子供らが担ぐおみこしがタコなんです。だからへーってすごいですね。これもご縁ですよね。なんか初めてこう3つがつながってね、私今まで何してたみたいな感じ。すごいね。じゃあ、 あの走れたこの9周年、はい、そしてなにわテクノの33周年、じゃあこれに祝って、この歌をお送りしたいと思います、カルベ誠作詞、広野勉作曲、恋する娘へのブルース。この恋だけは譲れない娘の気持ちはわかるけど、あの子にゃ器量はかなわないとはお前は父さんみも「きっとあるだろう」「だけどお前」「加山浩二の演歌一代」「張り切ってどうぞ」皆様こんばんは、キングレコードの加山浩二でございます。広野さん、はい、そして林社長、はい、こんばんは。はい、こんばんはです。ポン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 ですよ。こうちゃんのギャグでございましてね。ほんまに。はい、加山さんね、はい、歌やってもう何年なんの？もう歌はね、もう30年過ぎましたかね。30年な、すごいな、最初はね、ロックバンドなんですよ。もうロングヘアにしてね。なんかそうらしいね。ロングヘアしてはったん？ロングヘアですよ。これにおかっぱでロングヘアよ、ね、顔はでかいけど隠しとったわけで、面積がわからないそっからスタート。そうなんですよ。あの富士というのがありましてね、はいはいはい、昔もう40年ぐらい前ですね。でそこでもう中学3年ぐらいやったんですかね、もうそこでもうプロでやってたんですよ。それでもう皆さんは子供はいるし、ね、それで同じようにで、またね、その頃はちょっとの間やけどバンドで食えたんですよ。それであのいろんなね、曲を店側が要求してくるわけですよ。でロックバンドずっとやってたんやけども、こうちゃんあれやな、もう店の要求やけども、あの歌謡コーラスバンドやってくれへんかっていうね、わわわわわって言いながらね、それで需要がね、多いわよね。そうなってくるね、それが、あの時代ね。そしたら、あの要するにギャラが上がるわけですよ。それでもうずっとね、でいつの間にかそういうことをずっとやってて、だからこの富士のダンスホールの上にパティの富士って様式室がありましたね、でそこで
あの作曲家の先生に、ね、菊池敏夫っていうんですけどね、もう亡くなりましたけど、赤ちょうちんの歌とかいろいろ作った人なんですよ。その人が一回あの発声からやってみないかということで、それで2年間通いました。それでまあ演歌のね、曲を出したんですよ。よし、ほな続きは、はい、来週で、来週でいきましょう、はい、ではこうちゃんの曲いきましょう。はい、はい、演歌一番聴いてみましょう。神は人の心は見えてくる、今はステージ我慢さ「いつでも演歌」林秀雄の「銀河の彼方へ」。皆さんこんばんは、銀河ステージの林秀雄です。ひろろさん、みぶさん、こんばんはです。はいはいはい、え、いつ来週ですよね。もう来週や、もう20日やから、20日の日やから。そうです ね、はい、宇宙に旅立ってさ、先週お聞きでない方のために、はい、林社長、はい、ちょっと説明してあげて、はい、どっから いつどっから打ち上げる会の、今月のですね、はい、20日、はい、日本時間で言いますと21日になります、うん、21日、はい、日本時間で言いますと、うん、はい、はい、で、スペースポートアメリカという場所なんですけども、うん、でもねすごいね、あの宇宙層いうのを備えして30人ほどでしょ、ね、そうですね、はい、ね、お骨を上げて、はい、うん、でなんかメッセージ、そうです、メッセージとかですね、うん、写真なんかも一緒に、はい、送れますので、うん、要はあの棺桶の中にまあいろんなものを入れたりする感覚で、そうですね、だからあと打ち上がったらもう二度と見られへんわな、うん、打ち上げるまでか、はい、だからまあね、うん、宇宙へ帰ったという、そうですね、そうだよね、はい、うん、そうやな、その星になってあげてな、うん、はい、うん、宇宙に帰るというね、はい、宇宙に帰るって、まあ、宇宙から来たわけじゃないから、はい、星になったという感じですかね。そうやな、ね、考えてわし缶コーヒーあんまり飲ましな。宇宙に違かった、宇宙に違かった。いいと思って言わなきませんか。そうそう、いい曲です。でもなんか夢あるわ、うん、確かにそうですね、うん、はい、海はね、なんかね、うん、あの海は怖いね。サメがおるからウツボがおるからいうせいかも。でも宇宙はね、なんか、うんうん、でも宇宙はあれだけものがいっぱいになったら、あと怖いね、衝突するの。そうですよね、流れにあるんだよな。なんか本当にすごい速度で飛んでるから、うん、危ないやいう話よね。ねえ、もうちょっと計算してなんか流れを決めてね、うん、はい、うん、流すように戦闘、これからはね、うん、でも銀河ステージって日本で唯一の宇宙層やからね。そうですね、はい、すごいわ。銀河ステージの林秀雄でした。リフォーム匠からのお知らせ。旭区の相手外壁塗装工事完工いたしました。ご近隣の皆様方、ご協力ありがとうございました。佐々木康次の善意を極めて今宵はジャズで、皆さんこんばんは、神戸の税理士行政書士佐々木康次です。ところでヒロンさん、はいはい、税金は単税力に応じて公平とならなければなりませんよね、うん、単税力って何ですの。単税力っていうのは、うん、経済的に負担できる能力のことなんです。はー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 。所得、財産、うん、消費のいずれかを判断基準にして、うんうん、概ね公平に課税するようになっているんですね。なるほど。ただ、うん、公平性を欠くとしても、うん、政策目的のための税金を
軽くしたり、うん、逆に重くしたりすることがあるんですね。まあ、例えば、はい、2014年から始まった少額投資非課税制度、まあ、NISA っていう呼ばれているものなんですけども、これは、まあ、貯蓄から投資へっていう政府の政策目的を実現させるための税の軽減措置なんですよね。一方で税金を重くして国民の行動を、まあ、抑制することもあるんですね。例えば大阪府泉佐野市では、うん、犬税の導入が今年論議されてましたよね。あ、そう。はい。犬税。はい。結局導入を断念しましたけど、飼い犬の放置とか糞対策のために新たに課税しようとするものだったんです。あ、なるほど。過去にも江戸時代に、五代将軍徳川綱吉が発した生類憐みの令によって増えた野良犬を保護するための費用として町人などから徴収していたものとか、あと全国の自治体がですね、昭和30年から57年の間に適切な飼育を促して処分費用などに充てることを目的として犬の飼い主に対して犬税がかけられていたんです。歴史は繰り返されるのです。そうやな、先週のヒゲ税に今度は犬税や。そうですね、繰り返されるんでしょうかね。では聞いてください。佐々木康二からの今夜のジャズナンバー、ナットキンコール Something make me to dance with you。Something makes me want to dance with you at a dance affair, and so I dare say, would you care to dance? Something tells me there's a chance with you, something in the air, it's everywhere each time. 青木秋のあんな話こんな話。どんな話？皆さんこんばんは、ホリデージャパンの青木亜紀です。ヒーローの殿、こんばんはでござる。おお、青木亜紀殿、こんばんはでござるのござる。素敵なお声でござるの。今週はですね、はい、トートバッグのトートの意味について。ちょっと待って、トートバッグって何？最近はね、うん、あのスーパーとかでもあの買い物袋とかなくなったりして、うんうんうん、あの皆様自分ご自分で、うん、あのエコバッグって四角い袋持ってらっしゃるでしょ、はいはいはい、あれをトートバッグって言うんですね。え、どんな漢字書くの？カタカナ。あ、カタカナで、はい、トートバッグ、トートバッグって言うんです。まあ、初めて聞くこの話、はい、うん、そうなんですけどね。そのあのまあ、皆さん大体がトート型と呼ばれるデザインをのバッグを持ってらっしゃるんですね。あ、そう、はい、口が広くて底が深いため荷物の多い時は結構重宝するということなんですけどね、うん、トートバッグが誕生したのは、うんうん、1940年代のアメリカ。古い話やんか。私が生まれるちょっと前。あら、そうですか。私44年やもん。知らなかった。でこのタイプのバッグはね、氷を運ぶために用いられていたそうなんです。なのでトートには持ち運ぶという意味がある。これは意味か、トートという。そうなんです。でそれがまあずっとあの今までにそのトートバッグということで使われてきたんですけどね。まあ、例えば電気冷蔵庫が普及しましたのは、はい、そうですね、1970年頃までアメリカの寒い地方では、うん、湖などに張った氷を運んで、はい、冷蔵庫代わりに使っていたと。あ、その時もこんなバッグが使われてたんです。そんなバッグ入れてね、氷入れるバッグか、氷を運ぶバッグやな、はい、で、まあ、トートというのが物を運ぶという、はい、そうことなんです、ね。まあ、いろいろとね、便利なあのそういう入れ物があったということで昔から。いやいや、青木亜紀とこないし番組やっとったら賢なるわ。いろんな知識入るもん。
まあ広田さん本当、まあ、頭すごい大きくなってきましたほんまに素晴らしい。これから青木先生と呼ぶかな。いや恥ずかしい。はい、それでは今日もお聞きくださいませ。青木あき、さよならは言わないで。辛くなる「さよなら」なんて悲しい言葉の響き、夢から目覚め不思議物語、巫舞深夜の深夜の巫舞。怖時神様後編です。子供の頃、紀州の山奥の鎮守の森で祖父の飼っている鶏をうっかり逃がしてしまい、追いかけているうちに時神様が住んでいるから決して入ってはいけないと言われていた洞窟に迷い込んだのです。通称ホイワトさんというその洞窟は意外に奥行きがあり、真っ暗で僕は半分泣きそうになりながら泣き声の聞こえる方へと進んでいきました。君の鶏かい？急に暗闇の中から声が響き、僕は飛び上がった。目が慣れてくるとどこかのおじさんが膝の上に鶏を乗せて腰を下ろしているのがうっすらと見えてきました。そうです答えると、おじさんは鶏を僕に渡し、一人でこんなところへ来ちゃいけないよ。おじさんが時神様なんですか？それは、おじさんが何かを答えようとした時、何を思ったか鶏がコケコッコーと時の声を上げました。時神様の時というのは時の声のことだったんでしょうか。それももう40年近く前の思い出です。この春、20年以上勤めてきた工場が和歌山県に移転になりました。僕は課長として製造一課を任されることになったのです。詳しいことは言えませんが、製造工程で地下にある暗室を使わなければならず、ここを担当する工員が次々と会社を辞めていくので、今は僕が自分で作業をしています。作業といっても30分ほどかけて溶液を混ぜて化学反応するのを待つだけなのですが、真っ暗な部屋の中で30分というのは気持ちの良いものではありません。ある日、部屋の隅に腰を下ろして化学反応を待っていると、どこからともなくコッコッコッコと鶏の鳴き声が聞こえてきたのです。まさか工場の中に鶏が。不審に思っていると、不意に僕の両腕の中に大きなおんどりが飛び込んできました。どこから工場に紛れ込んだんでしょう。顔を上げると、暗闇に慣れた目に一人の少年がおずおずと部屋の中に入ってくるのが見えました。君の鶏かい？話しかけると、僕に気づいていなかった少年はびっくりして飛び上がります。そうです一人でこんなところへ来ちゃいけないよ。そういった瞬間、かつてこれと同じ場面に遭遇したことを思い出しました。おじさんが時神様なんですか？それは違う。時神様の声は時の声の神様じゃなくて、やっぱり時を操る神様だったようだ。いつか君にもわかるよ。少年時代の僕に話しかけた声は、
鶏の時の声に遮られて伝わらなかったのです。おしまいです。みぶ深夜の深夜のみぶ、来週もお楽しみに。ヒロノツトム今夜のあきら節。風が呼んでる毎日。はい、あきら節のコーナーです。青木あきちゃん、はい、松田社長、はい、佐々木先生、はい、先生ね、はいはい、今日松田社長とね、はい、さっき話しとってんけども、うん、松田社長のとこが、この19日やね、創立記念日、会社のね、タコが、この走れタコが、10月で9周年で、ここは松田社長何をやっていくのは33周年。実はね、私も10月26日誕生日なんですよ、うん、うちの名も26日一緒ですね。名誉さんいたら前にここにお姉さんと来た、あの可愛い子、可愛い、じゃあ10月は美人が誕生日多いんや、ね、本当にね、褒めたいですわ。よっしゃ、ほなもうみんなまとめて松田社長のとこの33周年、青木亜希の10歳の誕生日、ね、それから名誉さんの誕生日祝って、はい、よし、縁起のええ歌いこう、はい、望郷さすらい港町っちゅう、どこがやったんじゃあ、このお三方とそして私のあきら節ファンの全国の皆様方にお送りしましょう。あわよと言ったら泣きながら岬でエプロン振っていた、船に揺られて長旅終えりゃあの子が港よ、この俺の江差函館キリッパップ平戸長崎佐田岬、高田博夫作詞、杉本雅人作曲、望郷さすらい港町、広野勉が歌います。胸のつくのを待ちきれず、あの子は港で夜を明かす、寒さしのぎ背中を丸、焚き火に当たって癒せぬか、江差函館キリタップ、ああ望郷さすらい港町、暗い港のあの店で泣き虫あの子が待っている、風に煽られ寂れた音をパタパタ泣いてる帰ってと、都かまは7階のスタジオから見渡す神戸ハーバーランドの夜景、ライトアップされた赤いポートタワー、中鳥邸に見えるホテルいっぱいにきらめくイルミネーション、メリケンハトバの水面にはキラキラと揺れて映っています。静かな神戸は海の街、聞こえてくるのは波の音、そして潮の香り。皆様方には今週も健康で素敵な7日間でありますように。ではまた来週月曜の夜9時に、お元気で。清水や伊豆に伊良湖崎、ああ望郷さすらい、泣きながら岬でエプロン振っていた、船に揺られて長旅を経て、あの子が港よ、この俺の平戸
fly.